さんと一票取っていない方いらっしゃいますか。はい、わかりました。警告になりましたので会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日はお忙しい中皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。私どもは牛久入管収容所問題を考えたいという MGO です。第25回の東京弁護士会人権賞受賞団体の今回ですね、私どもはですね、本日はこの記者会見を考えたのはですね、牛久入管、つまり東日本入国管理センターをはじめ全国の入管施設、収容施設で非常に長期収容という問題が起きていまして、そしてその中に収容されている外国人の方々が非常に肉体的精神的にストレスによって、病気になっている方が多い、こういう事態に際してですね、多くの方に本当にこれが日本の難民認定国なんか条約をした国の一つということを含めてね、日本の人権問題が一体どうなってるんだということを、ぜひ多くのね、方々に知っていただきたく、今回、記者会見を計画したわけでございます。で、私はこの記者会見に先立ちましてですね、本日は、午前中に、東日本入国管理センターへの面会と申し入れを行いました。午後にはですね、品川入管、東京入管においてやはり面会行動とそして、申し入れを行ってきた、こういう状態です。新しくなりました出入国管理在留管理庁長官宛てにも、この同じく皆様のお手元に、お配りしました申し入れ書を、ファックスしたところでございます。さて、皆さん、申し入れ書について、大体概略ね、ご説明、したいと思います。私どもはね、皆さんご存じのように2019年の4月1日から出入国在留管理庁としての新体制が発足し、そしてですね、東日本入国管理センターおよび、全国の各、収容施設の、ですね、その体制の下で、あるというふうに、考えています。この、入管の問題ですね、出入国管理の問題は、今現在昨年からの、技能実習生の問題とか、外国人の労働者を受け入れるということで、非常に大きな問題になりました。技能実習生の実態、日本に暮らす、外国人労働者、昨年段階で146万人の方が日本には暮らしているということらしいですが、そういう中で本当に、出入国管理というのは一体どうあるべきか、国際的な人権問題、人道上の配慮というそういう問題について一体どうなっているのかと、日本はこれを考えざるを得ません。実際ですね、ものすごくこの、私どもが面会している東日本入国管理センターおよび東京入管においてね、長期収容が甚だしくひどくなっている。皆様のお手元に資料も配らせていただきましたが、寺一馬の A3 用紙にある後から出した資料ですね。これは法務省から、国会議員さんのご行為によって、取った資料です。法務省の資料ということを付け加えます。東日本入国センター牛久入管収容所の非収容者期間別人数と、それで、かつて、2013年の時はどうであったかと、
そして2018年10月31日段階ではどうであったかというのが表として出しました。ご存知のように、2015年にはすでに東日本入国管理センターは男性のみの収容となっております。そしてですね、その下に12月末現在で各収容施設にはどのくらいの人がどのくらいの期間収容されているのかということを入管法務省が公表しています。お手元に見ていただければ分かるように、東日本入国管理センターにおいては12月31日月現在で非収容者325名で、そのうち6ヶ月以上の非収容者数ということは306名である。つまり、東日本入国管理センターではほとんどの方が6ヶ月以上の長期収容者になっているという、こういう現状があると思われます。3年以上収容されている方もこの12月段階で13名おりました。今4月ですので、これにプラス、4ヶ月が経って、ほとんど、牛久では仮放免が出されていません。私どもとともにですね、この牛久の入管で活躍なさっている弁護士さんによると、2018年度つまり今月の3月31日現在までで仮放免許可数は58件です。仮放免の許可数全体でね、その弁護士さんだけじゃなくて全体で58件では、2017、16、その頃はどのくらいの人が仮放免に許可されていたのかというと、大体200件以上の仮放免が許可されていたという、こういう現状があります。従いまして、どれほど、牛久の入管が、非常に長くね、長期収容がある、そして、仮放免が許可されなくなっているのではないかということを言えると思います。そういうものに対して私どもは本日、仮放免の柔軟な運用と、長期収容に対する抗議ということで、入管への収容というものは非常に収容そのものが人権上大変問題があるということを伝えてまいりました。本日皆さんにお集まりいただいたのもそのことによります。で、申し入れの具体的な内容について、お知らせします。一、非収容者のそれぞれの言語において体育強制の要求、職業規則について説明すること。非収容者であっても受けられる権利を説明する。つまり牛久の入管に収容されていた、それからですね、品川入管に収容されていた、自分がなぜ収容されたのか、今日から仮放免、難民申請者の方々に、今日から、仮放免の方針に、今日からもうあなたは上にでお泊まりですよと言われた、何が理由かわからない、わからないで収容されたということがあります。後の方で、どういう方々が収容されているのかという中で、申し入れの、ちょうど1の事例の1というところで、書きましたけれども、本当に例えば何ていうの、仮放免の延長が許可で、どうして自分は収容されているのか、個人情報開示請求というのをしたところが、裏面真っ暗なね、何もわかからないというような文章が、出されたという方がおります。つまり本当に何のため、どうして収容されているのかということがわからないまま収容されている方も非常に多いという、こういう現状は非常に問題ではないかと、こういうふうに思っております。長期収容の是正、収容は
収容令所からの通算での環境を変えないかということ。今現在、先ほども申し上げましたけれども、もう3年以上、2年3年という、ね、長期収容の方がざらにいるという、こういう現状ね、東日本入国管理センター、牛久の現状は極めて問題じゃないかと思います。じゃあ彼らは一体なぜ収容されたか、つまり帰国を拒んでいる人たちなわけですね。それは難民申請者であったり、そして家族が日本にいるんだと、妻が日本人だと、ね、または出身母国が違う国で、強制退去になったら別の国に帰らなきゃならない。だから家族の統合ということも含めてどうあっても帰れないんだという方が非常に多い。3、仮放免のより柔軟な適用でと可否判断は1ヶ月以内に行える。許可の場合はその理由を明示するということを書きました。以前ですね、牛久では大規模なハンストが起きました。2014年の頃かな。それ以降ね、その要求項目の一つに仮放免の可否判断を1ヶ月以内にすることというこういうね、要求項目があって、それ以降しばらくの間、まあ、1ヶ月前後で、仮放免の許可が出たというこういう可否判断が出たというこういうことが起きています。ただし今現在はですね、90日経って仮放免の許可というような人がいっぱいいます。じゃあ皆さん、90日って、ね、3ヶ月ですよ。3ヶ月の間仮放免の申請をしていくと、ね、3ヶ月も過ぎてからそこで不許可だと言われたらどうなりますか。それからまた、ね、3ヶ月経ったらもうすでにその時点で6ヶ月収容は長引くわけです。そういうことが今頻繁と起きています。非常に問題だと思います。成田島で、上陸拒否、それになった難民申請者、あとは病気の者、日本に家族がいる者などは早急な、ね、仮放免の許可を求めています。かつては多くね、難民申請者、成田で上陸した難民申請者許可してね、申請した人なんかは大体6ヶ月から7ヶ月で遅くても仮放免になっているし、残念ながら今はそんなことはありません。1年2年の人はザラにいるこういう状況ですね。あとは描写、本当にいろんな方からね、他の方からも言われると思うんですが、つい実は昨日もね、茨城にある心の医療センターという精神病院からね、田中さん4月2日からね、心精神病院の、ね、心の医療センターに高速を使って牛久からまあ1時間ぐらいかかるところなんだけど連れてこられたというようなことを言ってた人がいます。イラン人で長期収容者の方です。そういう状態があるし、本当に今日現在も、牛久ではね、この1週間、医務室脇の、個人の一人でベッドにいる、人ですね、この部屋にいてベトナム人や、かつて2017年のベトナム人、そして2014年のカメルーン人がこの部屋で亡くなっています。そこに今現在、クルドの人、3年成田に、入国してそのままの人が、そのまま牛久に移送された人がもう3年経つんですが、その人が1週間、その部屋で、過ごしています。ではこの人はどういうことかというと、ずっと長い長期収容だったので、血圧がすごく上がったりですね、1週間前に、この血圧計で測ってもらったらば250上をね、250を超えていた、こういうすり振り切れていたというこういう状況です。では本当にね、そんな
上、血圧の上の方が250以上にもなるような人を入管も解放もしないで、医務室脇の個室、金曜日から金曜の午後から月曜日までは不在、誰も不在なね、医療関係者が不在なようなところに置いといていいのかということですね。例えば今日はこの人のご家族が来ていました、息子さん、娘さん、そして奥さんが面会と申し入れにも付き合いました。この人たちのことを考えても仮放免後の生活は全く問題はないんですよね。ビザのある息子さんもいますにもかかわらず、もう3年以上も、仮放免させていない、病気であると、住宅の、まあ、病人であるというふうに思われます。それから、この間ですね、実はある心臓病を抱えた人がね、1月にですが、仮放免が許可されたんですね。でもこの仮放免の保証金は200万です。この間の保証金ね、まあもちろん保証金は上限が300万ですが、保証金がね、この間100万とか200万とか非常に高額になってますね。2年くらい前は本当に10万、20万の人がいくらでもいた。だいたいほとんどがそのくらいの20万ぐらい、ちょっと高くて30万の保証金です。ではもし、成田から日本に入って、そして成田でから今度は、上陸拒否にあって、牛久に移送された、こういう人が果たしてそんな保証金を用意することができるの、仮放免後のアパート住所を用意することができるのか。だからしたがってそういうことを考えてね、本当にね、難民認定法というものがあるわけだけれども、ね、難民条約に本当に、加盟しているのかと、いうことですよね。で、あとはですね、3として、望まない帰国の受け入れをしないイラン国籍者、トルコ国籍、クルド人などの激しい国際紛争地からの出身者には仮放免に重要なんな適用を行う。あのですね、牛久の入管の非収容者の国籍で今一番多いのはイラン人です。2番目はスリランカ人で、イランという国は、大使館が、本人が望まないのであれば、イランの法律に従って、帰国の受け入れをしないという、こういうことをしていますね。で、したがって、非常に長期収容者がイラン国籍者には増えています、それから今現在、シリア、のイドリブ県で、ソ連とアメリカ IS の問題で大変な紛争地になって、また再びシリアが一旦ちょっとね落ち着いたかのような状況だったんですが、また再び紛争地になりました。そういう中で、すぐ近くなんですね。多いと国境沿いに呼べば、ね、ガゼアンテップ、多くトルコ、クルド人が日本に来ている、難民申請をしている彼らのところから、ね、シリアの親戚に声をかける、金額で声をかけるのはできるぐらいの、そんなところで、しかもたくさんのシリア難民 IS の人たちがどんどんトルコに入ってきている中で、非常に、まあ、政治的に状況がバランスを逼しているということですが、そういうところからの出身者については本当により柔軟な適用と可否判断は一旦中になるのかなってほしいということですね。つい先ほど、メメット長楽さんというね、ちょうど1ヶ月前に、品川入管前で、体調が悪くなって、それで一昼夜ね、ご家族と、そして、
支援者の人たちが夜を徹して、救急車に乗せろと搬送して病院に連れて行けということを行った方と面会していたのですが、本当に面会室に現れるのもやっとである。で、日本の NGO、MP を国連難民支援協会やさまざまなそういう支援団体はこの状態を一体どういうふうに解決しようとしているのかというふうに私もいろいろね、言っておりました。本当に仮放免の柔軟な適応をお願いしたい。で、この家族には奥さんも今精神病院に、旦那さんが1年、3ヶ月以上収容されて、子供が3人いる、子供は無国籍です。そういう人の奥さんも今、精神病院に行って、なるべく精神病院の医者は本人に、ね、面会すると心が痛むから、ぜひ少なくしてほしいというようなことをおっしゃっています。そしてそういうことと一緒に、本当に入管の医療体制の改善を求めています。医師が、入管の職員がね、医師の診察なく夜中、特に、睡眠導入剤および、抗うつ剤などを処方していく、だんだん増えているという状況があります。あとは外部医療機関への診療申し込みに対して、もう1ヶ月2ヶ月と待たされて診療を受けさせる。それでは、ね、かかってた病気も小康状態も治っているやつもあるだろう。そういうことに対して本当に速やかに、通院の診療を求めるということをしています。あと診療を希望する者には通訳をつけたりとか、それから、診療記録や診断書を必ず渡してほしい。そして非常に多くの非就労者の方が外部医療機関への通院に際してね、手錠腰縄付きを廃止する。本人たちは、私たちは何の犯罪者でもないのに、手錠腰縄付きで病院の待合室を歩かせられる。これは非常にプライドを傷つけられるし、とてももう行きたくない、こういうふうにおっしゃってる方がいます。そんな困難でございまして、私たちは処遇の改善を求めています。4月1日より多少ね、運動時間が10分増えました。午後の教室開講時間が、45分って書きましたが、今日聞いた方によると40分延長され、5時10分までというふうに、なったと、少し延長されたという、つまり、入管では四六時中鍵がかかった、大体18時間ぐらい鍵がかかった部屋の中で、8畳台の部屋の中で大の男が4、5人収容されているわけですね。こういう非常にひどい処遇の中で、ちょっとでも長く、鍵の開く時間が長くなったということは歓迎すべきである。しかしながら私どもは、夕食の9時までの、自由時間を設けること、鍵が開くことを求めることを要望します。そんな感じですね。あと差し入れの、拡充、家族面会のが1ヶ月に1回ぐらいしかないことを制限をやめてほしいと、面会室の執行をなくしてほしいということを申し込みました。チャーター機による一斉送還をやめてほしいと、大礼も無理やりね、大礼をすることが非常に多いですね、この間ね、そういうのをやめてほしいと。あとは、帰国の係官による帰国の強制、特に日本人女性が奥さんの場合、その奥さんに対して非常にね、アバズレとか、それから妊娠中毒の勧めとか、離婚をして、国に帰れとか、そういうことをすごくするということに対して、全くもって許しがたいことだなと、人権上重大な問題がある。
というふうに思っています。そしてですね、仮放免ということになるわけですが、これは新しくね、なった出入国管理在留管理庁の長官殿に特に言われておりますが、仮放免の遵守事項による柔軟な運用を求める、特に報酬を伴う労働の禁止は生存権を否定するものであり人権上重大な制約だということを申し上げました。とにかく皆さんね、仮放免にはなったはいいが仕事をしてはいけないというのではどうやって、生活していく、子供や奥さんをどうやって食わせる、私たちの犯罪に走る泥棒しろというのだというふうに、申し上げました。本当に、仕事を認める、これは大きな問題だと思います。そしてそういう、ね、仮放免という状況に実は私の知っている人でも15年も仮放免の状態の人もいます。これは大変問題だと思うんですよね。やっぱりそういう長期にわたって渡る仮放免の状態は全くもって問題です。正規のね、問題なく暮らしているのであるならば、まあ新しく特定技能で34万5千人も入れようというのであれば、本当に、これらの人たちに正規の在留資格を付与して、そして日本できちんと生計を立てられるようにすべきであるということを申し入れとして行いました。それで、まあ、私たちやいろんなさまざまな、NGO、NPO 団体、非収容者との話し合いに応じることを求めるということで、とりあえず申し入れはこのような内容にしました。ちょっといいですか。よろしくお願いします。牛久の会の会員の金と申します。2009年から一緒に活動しております。元々の資料の中で、劣悪化する宿主入管の収容というファイルがありますけども、これに関して要点だけ、説明します。これは初めての試みなんですけども、資料会として、使用者全体層をつかむ去年の2018年の11月、それからまあ確認含めて今年の2月ぐらいまでに調査を行いました。きっかけはですね、長崎の収容所で収容者が自分たちで、集計をしたというデータが出てきまして、我々の方としても、個々には面会はやってるんですけども、全体像がわからない、それで、近年ますます収容期間が長くなっているということを実態をつかんで、できればアピールしたいということで、調査を行いました。調査方法はですね、こういう感じですね、こういったアンケート用紙を作って、家族状況とか滞在している理由とかですね、使用時間、これを各ブロックに差し入れて使用者の皆さんに自分で記入していただきまして、それをメンバーが回収して、集計したというのが調査の感じです。会員の約9名ほどが参加して、調査を行いました。資料の基本的な情報にも入りますと6ページ民主化のページ数があります。6ページ、ここは皆さんご承知かと思いますけれども、今の東日本入国管理センターにおける収容に関しての状況を改めて書いてあります。田中の方から説明したようなことですけれども、各部屋 4,5 人が畳み込み1畳分って書いてあるんですけど、実際多分 1.5 畳分ぐらいだと思いますけれども、非常に狭いところに、収容されています。プライバシーは全くないです。そして、
入って皆さんは家畜のようだというふうに非常に言ってますけども、1日の 75% の時間はその狭い部屋がですね製造されています。また窓はありますけども完全にシールされて外の景色を眺めることは全くありません。携帯電話は使えず、ましてやインターネットへのアクセスもありません。で、現実的に一番皆さん困るのはですね、こういった劣悪なストレス環境ですから皆さん体調を崩したり健康を壊すわけですけども、お医者さんに診てもらいたい申請を出しても大体1ヶ月から2ヶ月ぐらい待たされる、まあ、最近はもっと長いという話もあります。待ったあげく治療されるわけではなくて、まあ、精神安定剤とか痛み止めとかそういう対症療法的な処置にとどまっています。で非常にあとは日本のシステムが人権無視だという象徴ですけれども、先ほどもあったようにみんながですね、外部に医療機関等を出かけるときには手錠をこし直されて、診察室のお医者さんの前でも手錠を離されない。MRI 検査は当然金属はダメですから、その検査に関しては外してもらえるんですけど、それ以外は手錠されてまう。非常に、犯罪者でもないのに、屈辱的な処遇です。で、先月2019年3月時点での一番長い人の収容期間はなんとですね、5年1ヶ月になって、何も罪を犯してない人をこういった証拠に拘留しているという日本の法務省の神経はどうなっているんだということです。次のケース7ページはですね、結果として集計した継続収容期間と書いてあるんですけども、どういう意味かというと、まあ、調査したのは牛久の収容所ですけども、現実的には牛久に来る前に品川とか横浜とか成田とかそういったところでも拘束期間があるわけで、従来今我々とても法務省の発表に違和感を感じていたのは、まあ、半分くらいが1年以下でみんなそんなに長く収容はしてないというような統計が毎度出てくるので、それに対して、まあ、我々は牛久の前の期間も含めて、情報を取りました。結果的にはこのグラフがあるとおりで、1年以下というのは 14% しかありません。2年までが 46%、3年が 30%、 3年以上が 9% ということで、全体260名、これはその時収容されたメンバーの約 80% に相当しますけれども、平均の収容期間は22ヶ月、これは去年の11月の末時点でのカウントです。まあ、残念ながらそれ以降は仮発放免されている人数は極めて限定されているので、多分、この平均22人からまた 3,4 ヶ月に増えているのが実態ではないかというふうに思われます。まあ、要するに平均2年以上収容されているという信じられない、事実現実があります。次の8ページに関しては、これは牛久のみの収容期間ですね。牛久のみの収容期間を集計すると平均は15ヶ月、1年以下がこれだと 44% というようになりまして、で、まあ、これらの結果をですね、法務省のちょっとここには載ってないんですけど、法務省の出してきた先ほどの田中が説明した資料も含めて、比較してみますとですね、去年までの時点で、法務省が出してきた収容期間というのは我々が集計した牛久のみの収容期間にやっぱりほとんど一致します。だから法務省は収容と言っている期間と言っているのは牛久だけの話です。それに対して、まあ、初めて私は初めて見たんですが、この
今月、国会議員経由でやはりこう出てきた集計士ですね。これに関しては表現が退去強制令状に基づく収容時間というそういう表現になってまして、これを集計してみた結果、まあ、これは我々はさっきの7ページにあった継続収容期間、これに、まあ、一番、長期のメンバーの数はちょっと10人ほど差があって合わないんですけども、まあ、全体としては今回初めて、まあ、私の理解では、本省の方もトータルの収容期間を、まあ、我々が調査していることを関連しているのかどうかわからないですけども、お伝えしてきました。今回のデータ、法務省のデータは我々のデータと合っています。いずれにしても平均2年ぐらい皆さん収容されている。9ページ目はですね、さらに収容されている人たちで、まあ、非常に皆さん苦しんでいるわけですけども、まあ、実際にはそこにあるように、これは在日日本にいる家族の話ですね。奥さんだけがおられる人が 17%、お子さんがいる人が 9%、 奥さんとお子さんがいる人は 16%、 こういう家族ともですね、そういった長期にわたって、分離されているというそういう、そういう面でも非常に人権を損なった処分がされています。よろしくお願いします。あと2例ほど実際の例を紹介します。ここに、ちょっと1ページ抜けてるんでここがある、収容者 B 氏となってますけども、この場合彼は28歳でスリランカからの難民申請者です。大学経営学を卒業して学んでその後反政府活動に参加して、結果的に政権が暴力グループから攻撃されるようになりました。成田に日本に来てですね、難民であるということを告げたんですけども、入国審議管理官はもう繰り返し強硬に帰国するように要求しました、ね。飛行機の搭乗口まで強引に連れて行かれたんだけどもこう座り込んで拒否したということで、まあ、あとは、まあ、10人近く係官が立ち返って説得に当たって帰るように、それで結果的には拒否したんですけれども、まあ、手錠を腰直されて成田の収容所に1ヶ月ほど収容された。成田の収容所にいる間も頻繁に帰れということで、説得を受けたということで、まあ、それをも拒否して牛久に収容された。彼は拘置所だけどもまあ、昨年の時点で2年と10ヶ月を超えた収容ということで、実際には、まあ、例えば最近難民申請者が減っているという話もあるけどもありますけども、一部はかなりそういう難民申請空港で行ってもですね、無理やり返されるという事態が発生して、まあ、それが増えているんじゃないかなというふうに思います。今のところで、今朝ですね、難民弁護団の渡辺翔吾先生と牛久であったんですが、やはり今年、まあ、去年度のね、この難民申請者の中で、1000何名かが、難民申請を空港でしたにもかかわらず、実際に受理されて難民申請、それは20何人だという、ですから、ほとんどこういう状況がね、成田の段階で、返させられていると。難民申請を受け付けないで、でもらえないで返させる。それが、まあ、去年のね、一番9628人から、ごめんなさい、一昨年のね、
難民申請から今年の、今年というか去年のね、約1万何歩かの9千何歩かが減っているということの現状じゃないかなと、そういうふうに思います。はい、それに関連して、補足なというかですね、そこで、なかなか帰らないという状態だと、書類を渡されて、これがいわゆる難民申請だというふうに言われるんですけども、実際には何か書類を書いて翌日にあなたの申請はもう却下されません、却下されたから帰ってくれるというような、偽の書類というかですね、そういったことをそういったやり方までして、返そうというふうに、それは今の日本の難民というように加盟しているというふうに最後の要求は先ほども繰り返しながら、以上です。面会をしている医療問題かなんかで、そうですね、この会のことだと思います。1点だけちょっと医療についてお話ししたいんですけれども、本日実は確認するために面会をしたかったんですが、ちょっと申し入れ、それから記者会見があるということで時間がなくて、ちょっと今日の確認はできませんでした。と言いますのは、糖尿病を患っている方が、たくさんいるんですけれども、その中の2名、私が会っている人だけなんですが、もしかしたら他にもいるかもしれませんが、同時に心臓病の方ですね、心筋梗塞の発作もあります。でその方たちにですね、ニトロベン舌下錠がご存知だと思うんですが、血管を開いて その発作を止めるというお薬、ニトロベン舌下錠が処方されています。でしかしですね、本人の手には渡っておりません。で発作が起きてから緊急の部屋に緊急のボタンがあります。担当者職員を呼ぶため の緊急のボタンがあるんですが、そちらを押してから職員が準備をしてニトロペンを持ってきます。ですからその間ですね、早くても 2-3 分、長い時には 5-6 分かかります。で今回ですね、たまたまですね、日が変わったものですから夜中にの12時半に発作を起こした人がいます。で日が変わったためにですね、前日 の, 書類、日付がお薬を出すときにそのどういった薬を出したかというような書類があるらしいんですね。でその書類が日付が変わったためにそれをまた準備していただくためにもうちょっと時間がかかってと、本人の感覚だと10分ぐらいかかったのではないかということです。で当然ですね、ニトロペンですからすぐ飲まなければならないというような普通指導がなされると思うんですね。ところが職員が持ってる、本人が持ってないためにそういった時間がかかるということで、これは大変問題だと思いまして、担当の弁護士ですね、お二方同じ弁護士でしたので、3月の時点でそれが判明した時に総務の方に話しに来ました。事実確認を しますということで、本人の手に渡るようにというようなお話を私と弁護士でしました。ところがですね、先週また行って面会をその一人の方にしたんですが、まだもら自分が手持ちしてないということだったので、また弁護士に相談しまして、総務の方に弁護士と参りました。そして通常薬は本人が手持ちをしてなければならないんですが、どうしても誤飲してしまったりとかそういった問題も発生するというのであれば、せめてニトロペンだけは緊急を要するために本人の手持ちにしてほしいという申し入れをしてきました。それでどうなったかというのを
今週確認したかったのですが、とにかくそういった事態が発生しています。で来週ですね、また会って確認をしたいと思うんですが、とにかく命に関わることなので、こういったことは絶対にないようにしてほしいというような話をしたんですが、まだどうなってるかっていうのは分かりませんが、先週の時点ではまだウトロペンは本人の手に渡っていませんでした。一応以上です。よろしくお願いします。私は少年法が今20歳から18歳に解約されようとしてますけれども、変換していて、若者に会ってつくづく感じるんですけれども、親に連れられて日本に来て日本語がよく分からなくて、学校でつまらないので辞めてしまう。それでちょっとグラグラしてるうちに、働くにはまだ年齢が低いので、ちょっと悪い友達に誘われて、ちょっと軽い罪を犯してしまう。それで少年院に入るんですけれども、日本の少年院は今しっかり教官が授業をしてくれて、日本語も教えてくれて、とっても良かったって皆さん言います。でも私もボランティアをして初めて知ったんですけども、外国人の場合は罪を犯して刑務所や少年院に入って出た時は、仮釈で自由にはなれなくて、そのまま出口で入管の職員が待ってて、また手錠をつけられて連れて行かれてしまうんですね。でそういうことが中でちゃんと分かって、あなたの場合は外国人だから出口でそういうことになるんだよっていうのを知ってる方もいるんですけども、何も知らされない場合は指折り数えて出られる日を待ってて、でやっと出られたと思ったら出口で待ってて、なんて残酷なことをするんだろうとつくづく思います。で特に少年の場合にはちょっとした過ちってしてしまうことがあるので、それを少年院という形で、せっかく日本の政府がそういう形で、取ったにもかかわらず、入管でまた若い青年が2年3年と閉じ込められて暮らしているのを見ると、本当に胸が痛みます。それで自分で反省して、もう二度とそういうことはしない、で日本語もったいないから勉強するんだっていうふうに言ってるんですけども、なかなか出してもらえない。その辺をなんとかしていただきたいとすごく強く思います。あとそれからごめんなさい、親が仮放免の場合には、子供は仮放免で外で待ってる、ここで家族と分断されているその子供たちですけれども、仮放免の子供たちっていうのは中学高校はなんとか出られても、その後就職活動ができません。その辺がすごく矛盾があると思います。ご質問がございましたら、どうぞ遠慮なく。もしありましたら、はい、宿の問題ってだいぶ前から例えば学生選挙で大きな論点というか、ならないのはどうしてだと思いますか。やはりね、大変問題だと思うんですが、残念だというふうに言わざるを得ないんですが、昨年のね、特定技能とか技能実習生の問題については国会で、大変大きな話題として、国会にそういうね、外国人の労働者の方たちが院内集会をしたりとか、いろんなことをしていただきました。で本当にそれはとても重要なことなんですが、残念ながらね、宿の入管の収容の問題、外国人しかこの入れないところ、日本人は入らないですよね、外国人だから収容されるところ、こういうことの問題について本当に国政選挙とかそういう場では話題すらならないというのが現状じゃないかなと。でしかしこの問題はね、世界的に見ればとても大きな問題で、
ですからね、やっぱり国際的な問題、として、もっと広くね、知らせていかなければいけないなということは、まあ、私たちも、考えております。希望でもあります。今度、まあ今回ですね、4月1日段階で、やはり牛久の入管に犬とか、そういうところのね、入管収容施設に関する、国連の、調査というのがありましたね。4月1日締め切りで、私ども知ったのはすごく直近だったのであれだったんですが、あまり大していい対応ができたとは言いかねないんですが、まあ、国連に通報するというようなことが今の現状ですね、宿泊現状についてはいたしました、そういうことがあります。やっぱりそっちからも残念なことなんですね、問題にしていかなければ、日本って本当に困ったもんだなと思うので、非常に日本人もね、世界各国に、日本の企業も世界各国に出ている。その中でじゃあ日本にいるね、日本に来ている146万人のその外国人労働者を含め、そういう外国人の方たちのこの問題についてもっとね、本当に大きな問題として、取り上げていかなければならないんじゃないかなと、こういうふうに思っています。まあ、今日もね、品川で面会した人がおっしゃっていたんですが、面会したこれはトルコ国籍のクルド人の方なんですが、国会議員が俺にまだ誰もね、一度も面会に来たことはない、実際に面会室で、特別室ではなくて面会室で、つまり家族とか私たちのようなものが面会する部屋で、国会議員が中に入ってね、俺たちと面会するということをやってほしい、ぜひそういうね、労を取ってほしいと言われました。実際そうしなければ自分のね、目で、ね、自分で中に入ってる人とお話をするということなく、ということはでもね、自分の職業はね、こととしても大きなポイントになるんじゃないかなと。本当に宿の問題、入管の問題に知らないことが多すぎる、知らない人が多すぎるということが現状のようになります。まあ、私たちの力不足ということもありますけども、ぜひ多くの人に、ますますいろんなね、インターネットとかいろいろなマスコミ、各種のマスコミにお願いしたりもして、ぜひ取り上げていきたいなと思っております。よろしくお願いします。一言言って、政治家にとって全く票にならないですよ。関係する人は使用される人で、その関連者というのはほとんど限定されているわけです。であとは一般の人もこういった状況を知らない人が多いわけですから、共感して、その人にそうだということで投票するということにならないわけですね。だから、まあ、基本は、まあ、我々としてはこういった事実をなるべくたくさんの人に、機会を持って知らせることによって、まあ、そういった状況を変えていきたいなと。まあ、これからより外国人の方々が身近に増えるようになってきたらば、やっぱりいろんな関係ができてくるので、それは変わっていくと思うんですけども、かなり意識的に日本の人たちもこういった問題、基本的にこの人権に対しての関与というかですね、それをやっぱりこう皆さんが考えるような機会を。すみません、もう時間の方を大幅にオーバーしておりますので、これで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。情報のちょっと詳細は内容が書いてあるので、もし関心がありましたら